そして最初はこれご注目いただきたいんですね、これアークさん粋なキャラ選択をしてもらいました。おっガークリリおというような、実は特定のキャラクター特定の条件を、満たしますと、こういったようなあの原作の名シーンが再現されるというような、ドラマチック演出というものが入っておりますので、ぜひこの辺りも探していただくのが楽しいかなと思います、そしてこの何気にあのゴテンクスの方も実機初プレイというような形で今ゴテンクスと、悟空ブラックが戦っているようになっております。すごいですね。でゴテンクスの方もですね、結構ちっちゃくてあの素晴らしっこいキャラクターなので、その辺りを生かした、キャラクターになってますし、悟空ブラックは、割とスタンダードな形ではあるんですけど、リーチのある、遠距離攻撃とかも使うことができますので、その辺りを生かした戦う方が、特徴になってくるキャラクターかと思います。そして今ゴテンクスが今やられている状況で、一人、こちら謎のマスクマンさんの方ですね、やられた形かしら。そして今ビルスがヒットが登場いたしました、これも実は実機初プレイのキャラクターになってます。ではこれあの破壊玉ビルスに関してはこの破壊玉を使って、置いたりとかして、攻めたらもう攻めたりとか、閉じ込めたりとか、いろいろな使い方をすることができますので、ちょっとねまるで遊んでるような、まさにビルスらしい確かに、形のキャラクターになっております。そして破壊玉が炸裂、そのまま攻撃が続いている状態です。そして、悟空ブラック おっとかわした。これはまたバニッシュルームでかわすというようなバトルスタイルですね。今白熱したバトルスタイルになっております。どうきた、ここで出ました悟空ブラックの超必殺技メテオ超必殺技が出ました。かっこいいですね。そしてね、今回ちょっと発動は難しいと思うんですけど、さりげなく今回またこの間の V ジャンプで発表させていただきました、ここのさりげなく一個一個、ボールみたいなのが溜まってってると思うんですけど、こちら7つ集まると、バトル中に不思議なことが起きるという、洗脳システムというのもご用意しております。洗脳システム、そしてエキシビジョンマッチ繰り広げられておりますが、ここでまたヒットとビルスが登場しました。ヒットはですね、時飛ばしの術による、カウンター攻撃とかそういったものが得意なキャラクターになっておりますので、そのあたりもご注目いただくのがいいかなと。そうですね、2人ともなんか話しながらやってるんでしょうか。多分ですね、だいぶこういうバトルしてくれってお願いしちゃったんで、いろいろ考えながら。いやでもすごいですね。おっとここでデストラクティブフィニッシュが発動しました。なんとデスボールで、先ほどナメック星だったのがナメック星崩壊に変わりました。実はこういった特定のキャラクターによってステージが変わるというような演出も用意しておりますので、なるほど。こういうトキトバシが発動します。超メトヒトザがどんどん発動されておりますが、おっとここで悟空が猛攻をかけるか。おっとここで1人ダウンということで、今フリーザ対悟空、あの原作再現がまさに演出されております。さあどんどんいきましょうか。さあいい、すごい対決ですね。これはまた悟空とフリーザっていうのが最後いいですね。ナメック星崩壊で、おっとここでメテオ超必殺だ悟空の、メテオストライクが出ましたが、ここで一気に体力がそがれる。フリーザがあと少しというところになっておりますが、これを悟空が最後決めれば KO、 そして決まりました、実はここからまたあの演出がちょっとじっくりご覧いただけます。さあという形でありがとうございます。ありがとうございました。ではまたお越しください。